フォックスフィルムのムービートーンカメラムービートーンとは、フィルム映像と録音された音を同期させるためのサウンドシステムのこと。セオドアケースが助手の R.I. スポナブルと開発し、フォックスフィルムコーポレーションのウィリアム・フォックスが商用利用した。リード・フォレストのフォノフィルム、ワーナー・ブラザースのバイタフォン、RCA フォトフォンと共に1920年代に、 アメリカ合衆国で開発された4つのトーキーサウンドシステムの一つ。可変濃度型のサウンドトラック帯を映像フィルムの上に焼き付け、初期のバージョンは 8500Hz の周波数応答が可能だった。今日のサウンドフィルムは可変面積型のサウンドトラックを使っているが、アナログ方式の映写機であれば、そのままムービートーンのフィルムを映写することができる。 セオドアケースセオドアケースが音を光に変えることに興味を持ったのはイェール大学在学中のことだった。1916年出身地であるニューヨーク州オーバーンにケース研究所を設立し、その研究に打ち込む。そこでケースが発明したタローファイドセルはアメリカ海軍に採用され、第一次世界大戦中と大戦後に赤外線通信システムの一部として使われた。 1922年、ケースと助手の R.I. スポナブルは発生映画に関心を持つ。そんな折、リー・ド・フォレストがケースに接近。ド・フォレストは1919 19年にホノフィルムというトーキーシステムを開発していたが、成功にはほど遠く、協力を求めてきたのである。ケースとデ・フォレストは共同でホノフィルムシステムの改良に励む。ケースはタロファイドセールと アイオライトで大きな貢献をする。しかし、1925年にドフォレストと田元は勝つ。以後、ケースとスポーナブルは独自でシステムの開発を続ける。スポナブルは1924年から映像等々を同一のネガに記録するシングルシステムのカメラの開発に取り組む。自分で作った設計図をムービーカメラの大手ベルハウエル社に持ち込み、 改造してもらうが、結果は満足のいくものではなかった。次に、シラキュースのウォールマシンショップで改造してもらうと、問題点は大幅に改善された。店は、ウォールカメラコーポレーションに名前を変え、シングルシステムの 35mm カメラ、さらにフィルムを3つ使うシネラマカメラを製造した。当初は、ベルハウエルのデザイン2709を改造していたが、自社の設計。 製造に変わった。なお、シングルシステムカメラは、ミッチェル社でも作られ、第二次世界大戦中、アメリカ陸軍通信隊に使用された。シングルシステムは3 5ト、mm、ルフィルムに、サウンドトラックを焼き付けるため、画面が削られ、画面アスペクト比はおおよそ1.19、1になった。 これは俗にムービートーン比と言われ、1920年代後半から1932年を標準と定めるまで、ハリウッドとヨーロッパの撮影所で広く使われた。一方、ケースは映写機の音声再生ヘッドの位置を修正した。このフィルムでは映像再生ヘッドの上にあったものを現在のように下に移動させた。さらに、 コマ数もウェスタンエレクトリックのバイタフォンが使っていた24コマ、秒にした。これ以来、24コマ、秒はサウンドフィルムの標準となって、現在でもなお使われている。1926年7月、フォックスフィルムコーポレーションのウィリアム・フォックスが特許を含むムービートーンのシステム全体を買収すると、ムービートーンの商用利用が始まった。フォックスムービートーンを使った、 最初の長編映画はカイダ・ブリュームル・ナウ監督のサンライズで映画についていた音は音楽と効果音だけだった。シングルシステムで持ち運びが簡単なことからホックス社の長編トーキーはムービートーンシステムで撮影された。しかし1931年にエドワード・シー・ウェンテが発明したライトバルブを使った。 ウェスタンエレクトリックのレコーディングシステムが出ると、その地位を取って変わられた。R.I. スポナブルは1926年に、ケース研究所から、フォックスフィルムコーポレーションに引き抜かれ、ニューヨーク市のムービートーンスタジオで働いた1953年には、シネマスコープの制作、開発、技術に貢献したことで、アカデミー科学技術賞を受賞する。他にも、 スクリーンの後ろにスピーカーを設置して音の迫力を増す有効スクリーンも彼の発明である。また、米国映画テレビ技術者協会の役員も務め、ザスンプジャーナル1947年春季号ではサウンドフィルムの歴史について寄稿している。セオドアケースは自宅と研究所を博物館に変えた後、1944年に亡くなった。博物館は 河遊が歴史芸術博物館という名前で残っており、建物はアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録されている。ありがとうございます。